都内あるいは山形県内に避難していらっしゃる方たちを中心に、その原発事故によるその避難者の方たちをサポートするグループで、お母さんたち子どもたちを法律家の方たちができないような生活の支援ですとか、日常生活を取り戻すためのいろいろな活動、交流ですとか、子どもたちの遊びとか学習支援とか、そういうようなことをやっております。で、もう登壇されている皆様とも、先ほど発言された皆様とも、もう4年半以上のお付き合いになっていまして、隣の部屋で今子どもたちが遊んでるんですけれども、4年半前にはまだ赤ちゃんで、避難所のホテルでベッドの上にまだ乳児で転がっていたような子どもたちが、もう幼稚園小学校というふうに成長してきています。そういう姿を見ていると、本当にもう避難生活っていうものの厳しさですとか、それから子どもたちが今度抱えています将来へのいろいろなさまざまな課題、健康問題ですとか、それから、現在の避難生活が どういうふうに続いていくのかとか、そのようなことを今回このパネルディスカッションの中でもお話ししていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは最初に先ほどの避難者の皆さんの発言を、お聞きしまして、現在避難者の方たちが置かれている状況について、ざっともう一度概要をお話ししていただければと思います。よろしくお願いいたします。私は、福島県のいわき市から、避難してきております。区域外避難と、いうことになります。今先ほどまで、多くの方々の、いろいろな、お話を伺いました。それぞれ皆さん かなりさまざまな苦労をされていまして、だやはり共通しているところもありますね。私なんかですと車の事故が、ありました。最初の1年半は母子避難だったものですから、その間、避難先と、働いていたいわき市とで、往復を、週末来て、仕事で戻るということをやっていたんですけども、それの中で人生初の、事故、それ以降もないんで、もう本当その時だけなんですけど、本当にこの危険な状況になって家を追い出されてって言いますか、家を汚されてってことですね。住める状況じゃなくなったので泣く泣く出るしかなく、でそんなプレッシャーの中で先が見えない避難生活を続けていて、お金も余計かかってる状態なのに、仕事は続けるしかないような状況で往復しているというのは非常に精神神経をすり減らします。そんな状況の中で私も事故をしたんだと思うんですけれども、別に車の事故だけじゃなく、やはり、非常にこの、不安定な状況の中でなんとか避難生活を、続けるしかないという、そういうプレッシャーに常に避難者はさらされています。でそして、このような、特にその、避難の申請が出なかったところの、避難の、問題というのは、あまりというかほとんどマスコミで正しくそのままの声としてなかなか出ないものですから、なかなか知ってもらう機会がありませんで、こういうようなところに、来ていただいて直接お話を聞いていただけるというのは非常に私たちとしてはありがたい。ぜひ、この知ったことを、ここで、話を聞いたことを広く伝えていただきたいというふうに、考えています。この避難住宅、私たちは、これだけのすでに4年5年経っているわけ、そろそろ5年ということになりますけれども、生半可な気持ちで避難しているわけではないわけですね。で、戻った方もやはりお話ありましたが、安心だと思って帰った方なんてまずいないんですよ。私の周りには全然いないです。で、いろいろな事情があって、
今もちょっとお話があったんですけども、親の調子が悪くなって戻らざるを得ないとか、そういうなんか泣く泣く戻ってる方が多いわけです。戻ってるにしても、やはりそのような状況の中で、打ち切りとかっていうことは、私たちも長いことこう、政府に対して要求とかやってきましたけども、打ち切りような話は一切してないのに、このようなことになってしまって、非常に困惑しております。ちょっとあんまりまともになってないかもしれません。すいません。そのような感想です。ありがとうございました。いろいろ様々な場所の、避難者の方たちの相談活動をされていらっしゃいますが、現在やはり実感としてどういう相談が多いんでしょうかね。そうですね、やっぱり住宅についての不安というのがすごく多いですね。ですから、まあそういうものは基本的にはあれですね、まあ、運動でなんとかニーズを伝えていけるような形で、吸収して、それで、まあ、こういう集会に結びつけたいとかですね、そういうような形でやっていくっていうところで、いろいろ、まあ、あと現実にはもうさっき、来年の2月にですね、例えば宮城の方がもう出なきゃいけないという話もありましたが、まあ、そういう岩手宮城の方そういうような話も含めて、その辺も含めて、サポートしていくというようなところを、交渉したりとかですね、いうところ、個別の交渉も、まあ、進めていくということが必要だなというふうには思います。ありがとうございます。それでは、山形県に避難されているお聞きしたいと思います。先ほどもご発言の中でいろいろ山形県の避難者の方たちの状況はありましたが、また東京とちょっと状況がいろいろと違うと思うんですけれども、ちょっとその辺をご説明いただけますでしょうか。よろしくお願いします。山形はまず福島の横ですぐ近かったんですけど、こんなに雪が降るのかびっくりする。知らなかったの、本当にスキー場ぐらいかなって思ってたんです。スノーボードはするのでスキー場には栗子にも米沢にも行ったことあるんですけど、まさか街にこんなに雪があると思いませんでした。ダンプカーで除雪をして排雪という作業までします。民家の方たちは一家に一台除雪機を持っています。それがないと家が潰れます。もう一生懸命雪をかいて両脇人間より高くなります。車1台見えません。車が本当にひょこっと出てきても本当にわからないぐらいの、だからこんなに道路が広いんだなっていうのはその時分かったんですね。で、冬がこんなに厳しい、マイナス10度になるんですけど、マイナス10度を経験したことがないので、ここ北海道じゃないかなっていうぐらい、そんな対応をまず避難して5月、6月、7月の夏の時に考えるわけがないんですね。なんとかしてくれるかなっていうちょっとした甘えもあったんですけど、雪の対策というものをまずその時迫られました。長靴を買わなくてはいけない。雪がびちゃびちゃになるので普通の靴では歩けません。長靴を履かないと滑ってしまって頭を打ったり、下は凍るんですけど上には雪が毎日のように20センチ積もります。その上をつるって、私何回も最初の年は尻餅をつきました。子供をおんぶして駐車場まで行くんですけど、もう本当に怖い、危ないって思いました。雪に慣れてない人は米沢の生活は本当に危険です。障害者になった方も実は他県からいらっしゃった方で聞いたことがあります。滑って足を骨折したまま障害者になったっていう避難者じゃないんですけど、それほど雪国っていうところはちょっと心得ないといけない。で、窓も凍って開きません。で、お風呂なんかも通常の倍ぐらい炊かないと、うちの方は住宅は雇用促進の古いところなんですけど、カン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 って回さないといけません。それを40分間でようやく、でシャワーはついてないところです。1箇所だけシャワーのついている設備の雇用促進はあるんですけど、入居の住み替えが認められないので、妊娠中私5階にいたんですね。3人目を産んだんですけど、その時に5階から毎日のように子供を保育園に送って買い物をして往復毎日してたら出血しました。出血したのでこれはどうしようって相談しました。そしたら診断書がないと住み替えはできないと言われました。で、山川弁護士にお願いをして県の方に抗議をしていただきまして、すぐに下の階に降りていいというふうにおっしゃっていただけて、本当にあの時は助かったんですけど、お腹の子も助かった、
ということで、本当にあの時は本当にもう助けていただきました。住み替えの方も柔軟にしていただけなかったので、未だに5階に住んでいる方は5階です。で、出て行っている方は2階3階、後から避難してきた方が2階3階という下の方の階で、最初に避難を決めた方は5階から埋めていかれました。なので5階から下の階に下ろしてもらいたいんですけど、それもできません。1階はですね、除雪機が入るので、毎日のように重機が入ります。そうすると雪を押し付けていくので、1階はすごく湿って、でカビが生えます。押し入れが落ちているところもあります。1階は危ないです。2階に住みたいんですが、2階は今度寒さで下からの冷気でやられるので、3階にしました。3階でなんとなく引っ越しを終えた途端に、今度その早産になってしまって、入院を迫られました。入院をしてようやく1ヶ月くらいで、3.11 に生まれてしまいました。今か3番目は3月11日に生まれて、来年の2月でようやく、3月で2歳になります。で、今日は子供3人なので、ちょっと主人の仕事都合つかなかったので、私一人だったものですから、子供たちは保育園と学童と、あと上は部活とということで、みんな出ていて、今日は時間通りに戻らせていただくというのがありまして、3時には帰らないといけないんですけど、とにかく山形の冬というのはもう比較にならないぐらい、北海道ぐらいと思っていただけるといいかもしれません。ありがとうございます。山形県に避難する方たちと交流させていただいている私たちの方にも、何を支援してほしいですかっていうふうに言ったら、家族全員分の長靴の費用とか、長靴そのもの現物とか、ワンシーズンにこう何回か買い替えないと、もう毎日長靴で学校に行ったりするので、そういう費用もかさんだり、それからさっきおっしゃってた除雪の費用ですとか、そういった福島では必要のなかった費用が非常にかかっている。で、また山形県の方は山形もとっても自然豊かなところなんですが、雇用促進住宅が立っているところが、駅というか市内でもかなりこうあちこちに分散してますよね。で、しかも駅から遠くて、本当にバスもないような、1時間に1本ぐらいしかないようなところにも立っているので、最初の頃は本当に皆さん生活するのだけでも大変だったというような状況があると思います。はい。それから、では先ほどのお話の続きといいますか、何か言い足りなかったこととかじゃあ無償の住宅について、なぜ必要かっていうことを先ほどもちょっと話してくださってましたけれども、東京都内の避難者の方たちの声というか、皆さんでよくお話しされていると思いますが、やっぱり住宅の問題は避難者の間でこう切実な問題として普段語ってらっしゃいますか？はい、そうですね。住宅ってやっぱり生活、生きていく上でっていう、すごく大げさっぽいかもしれないんですけど、生活していく上で家がどこに住むかとか、いつまで住めるかとか、あんまり多分普段は考えないことが多いと思うんです。ここの家に住もうと思って、例えば実家があったら実家に住んでるとか、ここに住もうと思ってそこに住んだらそこにずっとこう住み続けるとかっていうのがあると思うんですけど、一応応急仮設住宅扱いみたいな形になるんですが、都営住宅とか雇用促進住宅とか、あと国家公務員宿舎と、都内だとあと一般の賃貸物件、金額がいくらまでって決まってる、7万でしたっけ、はい、決まってると思うんですけれども、一般の賃貸物件と種類はあるんですけれども、そこに期限が毎年区切られるような形で延長っていう風になっていて、毎年更新で来年住めるのかどうかわからないっていう状況がこの4年ないし5年続いているっていうのが今の現状になっています。で、そこに住み続けられるかどうかがわかるのが大体今ぐらいの時期ですね。来年度4月以降も大丈夫ですよっていう連絡が来るのが、年が接し詰まった11月とか12月とか1月ぐらいに、来年度も延長されますっていう発表になるので、来年どこに住んでるんだろうっていう不安はずっとここの震災以降こちらの方に避難してきてからは
ある状況なので、そういうのは日々話すことは多いです。特に年月が経ってきて子供がやっぱり大きくなって、うちの子はまだ5歳なので幼稚園保育園に通っているんですけれども、中には小学校に入学されたりとか、あともっと大きいお子さんだと中学生になってしまったお子さんなんかもいらっしゃるので、学校に入ってくるとまた状況が変わってきていて、幼稚園とか保育園って、休ませることも簡単というか、親の都合で休ませることだったりとか、転出とかっていうのも多少小さいので柔軟にいけるかなと思うんですけども、やっぱ小学校っていう風になってくると子どもたちのコミュニティもすごく強くなってくるので、やっぱりそこを離れたくないっていう風に望む親よりも子どもが多いっていうのが現状です。で、やっぱそこに住めるのか住めないのか、いられるのかいれないのかっていうのは子どもにとってもすごく気持ち的な不安っていうか負担で、僕たちはいつまでここにいれるんだろうとか、どっか行かなくちゃいけないのっていうのを子どもに言われるっていう母親のその気持ちっていうんですか、でも何と答えていいかがわからないっていうか、答えられないっていうそのお母さんもいて、そういうのはよく話し合ったりお互いしています。ありがとうございます。お子さんも上のお子さんがちょっと大きいと思うんですけれども、その辺のこう入学とか進学とかに合わせて、子どもたち の避難生活というところでは住宅問題どのようなお考えですか。子どもの、進学の時 の, その住宅が不安定だという問題は非常に大きいです。やはり、その進学するにあたり、受験するとかっていう場合ですと、どこの学校行くのかっていうのは、それはどこに住むのかっていうことにも直結してますから、そうすると、この家に来年入れないかもしれないっていう状況で、学校を正直選べないに近いですが、それでも選ぶしかないの で,、それはその受験の状況にもよりますけれども、例えばなんか地元枠みたいのがあるような公立学校なんかですと、そういう場合もありますし、そうすると、それが使えるか使えないかというのは、その時になって問い合わせないとわからないっていう、去年実際にそういう学校に確認をしたところ、あなたのところがそのわし地元枠に当たるのかどうかは、その時になってみないとわからないというふうに言われまして、で、やはり例えばそれ地元枠使うんだとしたら、それ出てっちゃったらもうそれは退学になるような学校もありますし、本当にこの、子どもたちがこの勉強するモチベーションという上で、単純にその、頑張れば入れるだけじゃなくて、でも家はどうなるのっていうところを子どもの方は気にしなければいけないというのは非常に子どもにとってハンデになりますね。はい、その問題は非常に大きいで、やはりこう長期で家が確保されていればこんな問題は起きない。今回打ち切られてしまっているのももっと深刻な状況です。ありがとうございます。そのあたりのことも含めてお話しいただきます。今長期っていうような話があったわけですが、長期無償のですね、やっぱり住宅が必要だという、特にこれ原発事故の特性というか、そういう部分が強いと思うんですね。で、広域に避難しているという、で、もともと避難住宅の仕組みも1年ごとに更新させられて、いられるのかいられないのか不安だという話もあったようにですね、もともと建設型の仮設住宅をベースにして、運用をしているというのが、やっぱり最大の問題だと思うんです。皆さんのお手元にですね、去年のですね、調査結果報告書といって、トスネットが2014ということでまとめた資料の中のですね、13ページ見ていただきますと、一番上のところにですね、住宅ごとの種類ごとにですね、延長希望するのか希望しないのかというのがあります。で、これ見てみると建設型こう仮設住宅の方というのは 50% ぐらい希望しないというふうになっていて、他の住宅、みなしの方はですね、住宅の設備が雇用促進住宅にのように問題のある住宅もあるんですが、一応形上、ちゃんと基礎があったりとかですね、壁があったりということで、延長希望する人が多いわけですね。
ですから建設型仮設というのはもともと2年ぐらいで壊すことを予定して作られている、それを1年ごとに延長していくという仕組みになっていて、それで仮設住宅が運営されていて、でそれがみなし仮設に適用すると準用するという形で運用になっているんです。だから逆に言うとみなし仮設 独自の運用基準ですね、行政の方の判断で長期にするということも実はできるんです。だからそれをまあやっていないというのが今の現状で、まあ、そういう点がまあ問題だというふうに言えると思います。ですからみなし仮設の方の方が今広域で避難している人はほとんどそういう状態ですから、まあ、それに合った形の運用基準を作って、でそして、今言ったようなですね、ニーズのある中で、まあ、打ち切りというものが、まあ、撤回されるべきだろうというふうに思っているわけですね、はい、ありがとうございます。では3人の避難者の皆様に、まあ、ちょっとざっくりとしたご質問なんですが、例えば福島の支援策なぜダメなのかっていうようなところですとか、あとまあ皆さんが今考えていらっしゃるこの国の責任、原発事故を含めて避難者の方に対しての国の責任というもので強く感じるようなことがありましたら、ちょっとご発言いただけたらなと思うんですが、発言できる方からで構わないですけど、はい、どうぞお願いします。なんかかなりいろいろあるとは思うんですが、まあ、やはりまず最初の出発点として、私たちはもともと自立した生活をしていまして、それができなくなってしまったのは、原発事故で家の中も含め先ほど家そのものがもう激しく汚染されても外も中もないという話もありましたけど、私の家も、今に至ってはあんまり違いはないですね。木造でそんなに古い家ではないんですけれども、事故当初は多少違いがあったけど今もほとんどないで、そういうふうなもう中まで汚染されているような状況の中で、こうやむにやまれず避難をするしかなする選択をしたわけですけど、その事故がなければこんなことはする必要ない、避難なんてする必要なかったので、やはりそれに伴って、家を自力で確保してくださいというのは非常にひどい、やり方だというふうに思います。やはり国策で、運営されて進められてきた原子力ですから、そこは国にも、しっかり対応してもらいたい。もちろんこれは東電が対応してももちろんいいわけですけれども、国にはしっかり対応してもらいたいというふうに思っています。それは無償の、住宅を提供し続けるということですね。この避難できるかできないかが経済力での、ある人は避難がなんとか可能で、経済力のない人は帰ってくれなんて、そういう不平等なことは絶対にやってはいけないと思っています。それから避難者は、ほとんどがその避難を続けたいと思っていますので、それの意に反して打ち切って返すというのは本当にひどい話だというふうに、思います。いたします。福島からの支援ってなんかされてるんでしたっけ？そっちの話をしなきゃいけない。すいません。はい、はい、はい。いいツッコミでした。すいません。はい。そうですね。そちらの話、福島の福島県が言っている新たな、支援策というのは、これが公営住宅の、避難先での公営住宅に入りやすくする、なんか公営住宅って大抵の場合倍率が高いのでその倍率を下げるとか、いうこととか、あとそれから、所得次第では家賃の一部補助、それもなんか2年限定というような形のようですけども、それも予定ということで、ただ、福島県の話を直接聞きますと、もうなんか災害救助法である現行の、避難住宅はもう限界だから新しい支援策を用意しましたみたいなことを言われ方をされるんですけども、限界なわけではないんだけど、そのままやればいいだけのことなんですが、そしてその新しい支援策というのは、なんか先のことを頑張って公表してるんですって言うんです。 2年その、1年半後の先の話をわざわざ頑張って用意してるんですというふうに言われるんですけども、本当にこれでは漏れるところも非常に多い上に、やはり不安定であることには違いないし、あと結局出なきゃならないんです。新たに公営住宅に入れということなので、今居続けるわけではなくて、今のところは出て
どっか公営住宅に入れっていう話なので、あ、そこを支援しましょうという話なので、これはあの全然あの結局子どもも転校を伴いますし、そもそも入れるかどうかもわからないという、状況で、全くあの不安定なことにさらにこう負担が上乗せされるだけ、という状況です。ありがとうございます。それを踏まえて すいません知りませんでした。で、今そういえば山形の米沢市ではあのお隣福島との友好関係があるために誘致というか残ってくださいということを全面的に打ち出してこなかったんですけど、今残りたい方はぜひ残ってくださいという方の山形県でそういうふうになってはきています。そういえばそういう記事が出ていましたこの前、はい、でそういうのもある、まあ、それは避難先の方たちのご好意ではあるんでしょうけれども、それは地元にもうそこに溶け込んでいきたい方というのはそれでいいかもしれないんですけど、避難というのを続けていくにあたりやっぱり住宅問題、住宅がなくなってしまうことの不安というのは子どもがいる家庭では一番だと思うんですね。学校の進路もありますし、子どもを抱えて母子で、なおかつその家賃まで発生して、今までそんな実家にいればお金がかかることはなかったであろう、いろんなお金を払いながら避難生活をしてきている上に、勝手に向こうで避難していいよっていう OK を出してきたくせに、今度は帰りなさいっていうのを勝手にまた期限を区切ってくるっていうのは、一体何を考えているのかって、その何を証拠に戻っていいよっていう、その全然出てない100人もこういう女性の子が出ているっていう話もあるのに、安心して帰れるわけがなくて、アドバイザーだってその市によっていろんな変な人がいましたけれども、暗示をかけるような催眠をかけるような大丈夫だよっていう、でそこで安心して暮らしている農家の方たちとか販売をしている方たちが大丈夫だっていうふうなことで売ってしまえる状況にしている、それを食べれてしまう状況にしているっていうところに戻らざるを得ない人もいますし、死なざるを得ない人もいますけれども、そういうので喧嘩をするわけではないんですけど、別に福島に住んでる方との仲違いとかそういうのは全然話がすり替えになってしまうんですけれども、現実問題も福島の中で仲違いというのもあるわけですよね。避難者との地元の方とそういうのもありますし、理解をお互いに、逃げている人というのはどうして逃げているのかっていうのを地元に残っている方も理解していただければ、もう逃げてる必要ねえべなんてそういうのではなくて、理由があって逃げているんだから、その支援の継続っていうのも必要だっていうのも皆さんの共通の理解で持っていただきたいなと思います。ありがとうございます。ほぼお二人が政策等はお話しされているので、個人的な私の意見で述べさせていただきたいんですけども、とっても個人的なのでOK なのかどうかわからない話ですが多分東京オリンピックもあるし、海外に向けてもあるし、もう日本は大丈夫なんだよ、福島は大丈夫なんだよっていうのをアピールしたいんだろうなっていうのが私の個人的な意見です。もう大丈夫だよって言って、今回 その住宅提供なんかの打ち切りなんかっていうのも、避難区域外の人に対しての打ち切りがにですよね。打ち切りが29年の3月っていうことなので、今避難区域とされているところの人たちはまた別途っていう話になってるんですね。で、区域外の人って言いますけど、大体がほとんどもう区域を外されているので、大体が区域外になってます。で、区域外の人に対してはもう自分で好きで逃げてるだけでしょ、だからあとは勝手にやってねっていうようなことを言いたいんだろうなと、はい、これも個人的な意見です。はい、ありがとうございます、はい、避難区域がどんどんまたさ解除されてきて、今まで区域だったと指定されていたところも、新たにこう帰っていいよっていうことになっていっていますので、その方たちも避難先に残りたかったら残っていいけど、まあ、
いわゆる自主避難というか区域外になっていくわけですよね。でそれがこうどんどんと今進められていっていると思います。で区域外の方たちの、その住宅については今追い出しに向けた動きとかそういうお話を聞くこともあるんですけれども、その辺のところいかがでしょうか。ですね、まず災害救助法だと限界ですって言って福島の方が今打ち切ろうとしているということなんですけど、でもさっき言ったように区域内の人についてはまだ順次ということで全然あれですよね、打ち切りという話になってないわけですから、だから災害救助法に限界があるわけではない。で現実にあと岩手の方では災害公営住宅の、建設が進んでなくて、仮設にいなきゃいけない、むしろそういなきゃいけないという人たちが、多数いるというような状況ですから、建設家なんですね。ですからそういう意味では災害救助法に限界があるのではなく、やっぱり何らかの政策的な意図があって今打ち切ろうとしていると。で、個人的見解というふうに言ってましたけれど、そういうようなことなんか含めていろんなことがあるのかなというふうに思うわけです。で、追い出しへの、準備というふうに、いうような言葉もありますが、現実問題を追い出すというふうになっていったときどうなるのかというと、まず、あれですね、今のみなし仮設住宅の使用許可という形で許可を得て、そこで、仮設住宅ということで無償の提供を受けているわけですね。で許可の期限がいつですというふうになっていて、その期限が切れるとその許可がなくなるというような状態になります。その許可がなくなるということは、そこに住む根拠がなくなるという扱いになるわけですね、法律上の。だからそれで出ていきなさいというふうになるわけです。で根拠がないという状況の中でじゃあ出ていかなければどうなるのかというと、一つには裁判を起こされる可能性があるというところになっています。そういうリスクを抱えてくるというふうになります。であとは裁判を起こされる過程の中で、家賃相当額を払えというような、部分というものも、民事訴訟という形で、出てくるのかなというふうに思います。じゃあこっちから先にそのあれですね、打ち切りが、結局断行されてしまったと、打ち切りがもう結局、だから撤回できると、撤回できれば一番いいわけですが、撤回が間に合わなくてですね、打ち切りだと。で一つにはだからそこで裁判を起こすかどうかと、そういう無理やり追い出すようなことをやるかどうかというのが政府や、この場合東京だと東京都、山形だと山形県、そういうところが、そういう形をやるのかどうかというところが一つ大きな、問題としてあるわけですね。ですからですけれど、それなりにみんな事情を抱えている中でですね、それなりのニーズがあって、でそれを、どこまでやるのかというところ、そこはむしろだから政治的な問題というふうになっているのかなというふうに思います。で、当然それであと家賃が発生するというような、家賃相当額を払えというような話も、当然どこかで出てくる可能性はあるわけです。ですからそういう部分で、今後、あれですね、打ち切りを、撤回させるということとともにですね、その打ち切りにの撤回が間に合わなかった場合にですね、結局その無償の住宅を維持してもらうというところも含めて無理やり追い出すようなことはしないということを、やっぱり求めていく必要があるのかなというふうに思います。ですからそういうところを結構ですね、その問題運動をどういうふうに展開していくのかというところがあるわけですが、そういうところを考えてやっていかなきゃいけない。ですからやっぱりリスクは当然ある、その中でですけど、やっぱりでもそこまでやるかと、避難所の時にはですね、無理やりやっぱり追い出すような形で避難所をですね、閉鎖するというところでですね、東京災害支援ネットで交渉した時にですね、やはりそこでいわき市のやっぱりその避難所、いわき市の方でその避難所を維持すると、皆さんがきちんと出ていけるまで維持するというようなことがありました。であと東京でも避難所でですね、次に行くところが決まってないという状況でいろいろトラブルが発生して、東京都もある程度反省して対応したという経緯があります。ですからそういう部分も含めてですね、東京都山形県と交渉していくということも大事なのかなというふうに思います。ありがとうございました。では最後のちょっとご質問を皆さんからご意見をいただきたいんですが、今日このような集会で、住宅問題を中心でしたけれども、様々な避難者を抱えていらっしゃる
問題について、あの皆さんからの発言もありましたけれども、ここの会場にまあいらっしゃっているあの市民の皆さんを含めてですね、あの社会に対して、まあ、具体的に どういうことをこれからあの支援していったらいいんだろうと思っていらっしゃる方もいると思いますので、まあ、皆さんがあのこれから自分たちをどういうふうに支援してほしいというふうに思っているかっていうところ、あの別にその署名してくださいって協力してくださいっていう、まあ、そういうことだけでなくていいと思うんですけれども、あのそれぞれのご発言いただけたらと思います。まあどんなことでも結構ですので、はい、はい、すみません、ちょっとあのその前に一点あの、追い出しに向けての動きみたいなことがちょっとあり、 そちら先にちょっと付け足させてもらいますね、はい、ですね、あの都営住宅の中なんかですと、あの申し込みの書類がこう来て、でそしてあのこれに申し込みなさいとは書いてないんですけども、あのいかにもなんかこう申し込まなきゃいけないのかな風の感じでこう掲示がなされていて、あとそれからあの、私の今入っているところはその区域外、ばかりで、こう皆さんかなりあの危機感があの強い場所にいるんですけれども、むしろあの区域内の方が多くて、その後もまだあの打ち切りととりあえず今のところ関係なかったり、もしくはあの打ち切りになってもあの、すでに出た賠償金でなんとか動けるあの区域内の方が多いところなんかで、意図的になんかこういうあの説明会なんかをあの開いていてという、そういうあの問題もあります。そういうような形でなんかこうプレッシャーを感じます、あの住んでいる上でですね、はい、すみません、それで、支援、そうですね、はい、私としてはですね、まあ、とにかくあの このこういうあの、避難者が避難を続けたい避難者が追い出されてしまうかもしれないということをなんとか、広めていただきたいというのがあります。でそして、なんか、こうなんかこうそういう皆さんが何か集まりをやるような時にあのこう呼んでいただければ、こんなような状況になってますということは、あの私はあの、出て行って話すのはあのこの会 の代表としての役目だと思っておりますので、あのぜひあの、そういう機会がありましたらあのご紹介いただきたいと思っています。ありがとうございます。今の追い出しに向けての動きとか感じることがあったらそのまま含めて、はい、今ちょっと思ってるのが、 うちの3人目の3人子供いる中で1番目なんですけど、福島市の席のままなんです。下の2人は米沢市に保育所の関係とか出産の関係で移してありますけど、上の子だけ支援策で1万円住んでいなくても市民であれば1万円くれるっていうのが来ました。主人が後の2人はどうなるんだって問い合わせたら、あの戸籍ですって、その住民票登録なんでって、ってそんなことしてちょっとこれ戻ってこいってことだよねって何やってんのって、避難してる子供にくれないで、なんだそれ、じゃあ全員避難して住民票移してる人に数値いかないじゃないなっていう話をしながら、こんなことしやがってとかっていうのは最近思ったことですありがとうございます。あの市民の皆さんに支援してほしいこと何かありますか？支援してほしいことは現状ですね、こうやって避難生活自力でしている人たちがまだまだたくさんいて、でしかも大多数が子供がいて、子供のことを思って逃げています。で帰った時の今後の子供の生活がどうなるのか、給食だってもう地元のものを使ってますし、牛乳だって飲まないといけなくなっています。うちの子は牛乳飲ませてないんですけど、なんかもう本当に子供のためじゃなくて地域のための運営をしているようなことがあって、本当に戻りたくはないですけど、戻らざるを得ないっていう方もいますけれども、そういう方がいろいろいて、福島が二分割されてしまっているという状況があって、でそれを誰がしたのかっていうことですね。これ東電がしたことを国がちゃんと責任を取らなくて、私たちみたいなどっちつかずの人たちがまだまだ大勢いて、そういう人たちをあのまだまだ支援が必要だということをあの皆さんでもっと周りの方に伝えていただきたいです。もう本当に困っている人がたくさんいるっていうことが、あの普通に生活はしますけど、
普通にしてないと生活いっぱいいっぱいなんですけど、避難者ですなんてもう言えないので、そういう人たちは普通の生活をして頑張っているっていうことを皆さんももっと周りの方に言っていただいて、応援していただければと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。福島県から避難している方、あるいは福島県から福島県内に避難している方、まだそれぞれ4万人以上なので10万人近くいらっしゃるんですね。はい、そういう状況を皆さんにもご理解いただければと思います。はい、支援していただきたいこととかっていうのは、今来ていただいている皆様にもそうですし、皆様にもそうですし、一番は国とか福島県に対して避難する権利をきちんと与えてほしい。私たちに占領とか何キロとかそういうのではなくて、福島県民、もしかしたら隣の茨城だったり宮城だったり近隣の県民の方もそうかもしれませんけども、都内の方も避難している人はいるっていう話も聞くので、その危ないと思って避難したいと思った人には避難する権利っていうものをきちんと与えてほしい。その何をするしないとか、お金が欲しいとか欲しくないとかではなくて、避難していると避難者っていつまでも言われるんですよ。なんかすごく後ろめたいっていうか、なんて言うんでしょう、はい、なので避難を安全に安心して、何の後ろめたい気持ちも持たずにできる避難する権利っていうものを、福島県に今残ってる人にも、もしかしたら避難してもいいんだよって言ってくれたら避難したい人もたくさんいるかもしれません。今はもう避難することはないからねって言われてるのが県内の人にはほとんどなので、そういうことがない言えないから、言い出せないから、できないから、いろんな理由を持って避難できない人ももちろんいます。避難している人が避難しているということを隠さないといけない生活をしている人もたくさんいます。なのできちんと避難したいと思う人がいるのであれば、避難する権利っていうのを与えてほしい。そしてこうやってここにお集まりいただいている方々って、都内の方でもやっぱり関心を持って来ていただけている方がほとんどだと思うんですけれども、今私が住んでいる都営住宅ではご一緒の方もいらっしゃるので、よく存じている方もいらっしゃると思うんですが、避難者の自転車置き場って書いてあります。よく話すとびっくりされます。避難者の自転車置き場、あと、集会とかいろんなものに出ても、避難者はこうだから、避難者はああだから。で、私は去年も今年も中の自治会の中の方たちに、避難者だろうが永住者だろうが関係ないから、避難者でもやんなきゃいけないのよって言われることがすごく多いので、役員をやってます。子供と2人で生活していて、子供を連れていかなければいけない集会とかに対しても、子供なんか連れてきてって言われたりもします。で、そうご理解いただけない方ももちろんいるのは分かっているんですけれども、少しでもこうやって関心を持っていただける、今日来ていただけている方々には、お友達の方だったり、お隣に住んでいる方だったり、お近くにいる方に、こういう人たちって実はいるんだよ、都内にこういうふうにしている人たちもいるんだよって言って、一人二人につなげていただければと思いますし、一番の本当の希望は、避難する権利をきちんと与えてほしくて、そして寄り添ってほしい。それが私の希望です。ありがとうございます。ありがとうございました。それではこれでパネルディスカッション終了させていただきます。皆さんありがとうございました。